セリーヌ、何持ってるんだ？魔王？ここに来た時にはもう持っていたみたいだけど。もしもララの発明品かなんかだとしたら。大丈夫よ、今のところ何も起きていないし。そうですか。じゃあミカド先生、セリーヌをよろしくお願いします。はいはい、わかったわ。さて教室に戻るか。で、あれ、ヤミ？ユキリト、何か用ですか？用ってわけじゃないんだけど、なんか具合悪そうじゃないか？そんなことはありません。いや、フラフラしてるじゃないか。気にしないでください、心配ありません。放っておいてください。俺も付き添うから保健室に。一人でなんとかできますから。そんなこと言ったって放っておけるわけないだろう。いえ、いいですから、私のことは構わないでください。なんで闇はここまで固くななんだ？何か理由があるんだろうけど。それでは私は行きますので。あ、やっぱり心配だって。ほら、肩貸すから保健室に行こう。帝先生なら何かわかるかもしれない。結構だと言っているでしょう。いいから。帝先生、闇が。あら、ヤミちゃん、だいぶ顔が赤いけど。ドクターミカド、何でもありません。気にしないでください。無理せず横になってなさい、ベッドは空いてるから。先生、ヤミは大丈夫なんですか？どうかしら、少し休んでも治らないようだったら診療所に連れて帰って詳しく見てみるわね。何でもなければいいんだけど、様子が普通じゃなかったしな。あ、そうそう、さっき思い出したんだけど、セリーヌちゃんが持ってたメカ、自分で自分をマッサージするアイテムだったわ。自分で自分をマッサージ？わう！もうわうやん！セリーヌ、どうかしたのか？って、セリーヌの持ってるメカの画面に闇が映ってるんですけど。ということは、闇ちゃんの調子が悪いのは。まさか受信機をつけられていたとは。小さいから気づかないのも無理ないわね。それでヤミは調子どうなんだ？もう大丈夫なのか？ええ、もう先ほどまでの感覚はありません。ゆっきりと、あなたには礼を言わなければいけませんね。いいっていいって、闇が病気とかじゃなくてよかったよ。
ですが、もしここに運んでもらっていなかったら。少なくとも学校が終わるまではずっとマッサージされたままだったでしょうね。というわけです。ありがとうございました。おう、どういたしまして。ヤミに素直に礼を言われるとなんか照れるな。でも多少強引にでもヤミを連れてきてよかった。